中山大地は、日本の実業家、政治家である。クラブライ子、クラブ化粧品で知られる、中山太陽堂を創業し、近畿化粧品工業会名誉会長、日本インドネシア協会理事、日本農立協会副会長を歴任、貴族院議員にも選任されたことで知られる。東洋の化粧品を、化粧品業界の巨星と呼ばれた。 1881年11月17日、山口県豊浦郡滝部村に生まれる。滝部村滝部小学校を卒業すると、福岡県文字市の雑貨店に就職した。1903年4月3日、21歳の時、貿易業等で富を得た、事業家をスポンサーに、兵庫県神戸市花熊町に、用品雑貨と化粧品の卸を扱う、個人商店。 中山太陽堂を創業した。クラブ新聞の広告1906年4月3日、創業からちょうど3年後、自社製造第1号商品、クラブ洗い工を発売、中山太陽堂を製造業に転身させた。日本の化粧品業界では、おしろいの味噌の、歯磨きのライオン、クリームのレートと並ぶ、明治の4大覇者と呼ばれる。中山は、新聞、雑誌といった、 当時の新しいメディア、自動車や飛行機など、当時の新しい交通機関を利用し、斬新な広告を打った。文案家や図案家を社員として採用し、高級で工遇した。1919年6月、22歳の統合、政治が2週間だけ在籍したことがあり、中山に手渡された報酬は、半月分で60円であった。 1915年、大阪市南区、水崎町690番地に、中山科学研究所を設立。1917年、研究所の成果の事業化のために、中山科学工業所を設立。1918年4月、同地に新本店、工場を竣工した。1919年、日本文具製造株式会社を設立。 プラトン万年筆を売り出す。暗く大正15年12月号1922年、中山太陽堂の顧問に自由劇場、松竹蒲田撮影所前所長の幼い薫を迎え、出版社、プラトン社を設立した。弟、豊蔵を社長に据え、この頃図案家として、中山太陽堂に入社していた山、六郎を出向させ、幼いを編集長に、 同年5月、雑誌、女性、1923年12月に、クラクの西を創刊した。同社は、直樹35、川口松太郎といった、文と山の他に、山名文ミを、岩田千太郎、竹中栄太郎といった、イラストレーター、グラフィックデザイナーを育て、半進間モダニズムの勃興に、多大な影響を与えた。 1928年に6年間をもって廃業した。1923年7月、41歳の時、創業20周年記念事業として、中山文化研究所を企画、翌1924年1月、大阪市北区正子町の道島ビルジング、東京市麹町区の丸の内ビルジングに設置した。1924年、出身の滝部小学校に、 ルネサンス様式の洋館の信仰者を弟、豊蔵と連名で寄贈する。同校者は、現在、下関市方北歴史民族資料館となっている。1939年、中山太陽堂を株式会社化。中山は、初代代表取締役社長に就任した。翌1940年には、満州国宝店に、中山太陽堂宝店工場を開設。 創業を開始した。1939年9月10日、57歳の時、帝国議会貴族院の多額の税者選挙、9月29日に貴族院議員に直任した。1947年5月2日の貴族院の廃止まで議員を務めた。会派は研究会に属した。1945年63歳の時、 第二次世界大戦の終戦を迎える。翌1946年、中山太陽堂の金属部に自転車試作車を作らせ、中三号が完成した。また、中山文化研究所はこの頃まで活動を続けていた。1954年、72歳の時に、中山太陽堂社長職を辞し、新衛星糸株式会社の社長、田代畜氏が、 第二大社長に就任した。同年、かつて、東のレート、西のクラブと呼ばれたレート化粧品は解散している。1956年10月18日に死去。満74歳没。ありがとうございます。